はい、どうも。マジック・ザ・ギャザリングコラボがね、来たということでガチャ引いていこうと思います。いやー、ちょっと動画投稿がね、2週間くらいできなくて、申し訳ありませんでした。ちょっと単純に忙しくてね、ちょっと動画撮る時間がありませんでしたと。で、まあ、マジック・ザ・ギャザリングコラボね、もう多分残り1日かな。今ね、4月30日なんですけどね、期間が17日から5月1日と、いうことなので、もうあと1日かありませんって感じですね。なんでもう今回のガチャで引き切らないといけませんと。で、しかもなんか今見たらもうすげー新キャラいるわ。いや、ちょっとマジで忙しすぎて全然パズドラね、情報を終えてなかったんですけどね。なんか新キャラ12体ぐらいいるみたいですと。で、うち交換できるのが多分ね、星6ぐらいなんじゃねーかなーと思ってる。で、確定で何個か変えたやつがあるから、まあ星6で交換できないやつが、やっぱあれなのかなって感じかな。まあ、ちょっとね、前置きがなくなって周りなんで、早速ね、ガチャの方を引いていこうと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、早速ね、メールの方から引いていきます。これ解散記念ですね。まあ、12体だからな、かなり長い戦いになりそうなんですけども。金でも2キャラいるからね。で、マジック・ザ・ギャザリングはね、昔めっちゃ引いたからね。マジで過去キャラはマジでいらない。多分武器とかも追加されてるんじゃないかなと思うんだよね。この辺は持ってますと。あ、武器追加されてるわ。武器追加されてんならまあ、出てもいいかな。さあ、これがなんかクリア報酬ですね。ダンジョンはちょこちょこやってましたから。ただ金しか出ないと。いや、しかも旧キャラばっかり勘弁してよ。で、これが何ですか？買ったやつかな？わかんない。なんかでも今回1回しか買えなかったんだよな。俺が買うタイミング遅かったのかな。なんか、先週の土曜日ぐらいに買った気がするんだけどね。日曜日過ぎてもう一回買えることはなかったんで。今回は一回限りなのかもしれないと。これ新キャラですね。星6の新キャラ、ありがとうございます。12体いるから。かなり長い戦いよな、マジで。さあ、ダイヤと。今回固まる演出とかないんかな。これは確定のやつか。じゃあ、これ2体目ですと。じゃあ、あと10体か。だ結構新キャラ確定で変えてるな。全然買った記憶ねえけども。2週間前なんでね。これは長押ししていきますよと。かっこいいね。美人はなりません。ウルザ。ウルザってなんだろうな。全然聞いたことない。まだこれ4体目でしょ。オッケー。あ、このおじさんなんかよく見るぞ。最近のなんかあの、称号チャレンジで使われてますよね、これ。これはなんか星6くて。なんかこのダンジョンさ、スキル6回しか使えねえとかいうクソみたいなダンジョンだったんだけど。うわ、被った。最悪。ややバラード。被りましたね。というわけでメールは全て終わりましたと。でなんかね、先週ぐらいかな。なんかこの精霊ガチャが来たんだけど、俺精霊キャラ全部持ってるから引きません。今回は。でなんか結構武器とかもね、追加されてんだけど、マジでいらないから。死ぬほど持ってるね。新キャラが追加されない限りね。まあ、精霊のガチャはね、引かないって感じですね。さあ、じゃあガチャ引いていきますか。残り17時間ってことでね、ガンガンぶん回していきますよ、と。ちょっと石が心もとないな。ちょっとね、全然課金できてなくて、もともとある石を使ってますって感じなんですが、最近あの、クエストダンジョンでめっちゃ石もらえるからさ、なんかあんま課金しなくても良くなったね。いや、新キャラ2連続熱いよ。かっこいいな、こいつ。なー、マジで。ここに来てシンギュラが即被っていく。まあいいでしょう。まあ、とりあえず、石200ぐらいまで引いて、コンプできてなかったらちょっと単発で狙っていこうか。うわ、最悪や、こいつ。ニコラボーラスやん。なんかダメージ無効がめっちゃ強いみたいな時代あったよな、こいつ。なんかちょうどその時にね、2、3体当てたんだよね。逆にこいつしか当たってなくてなんかね、シャーマンカーンだっけ？あの、光属性のやつ。あいつが全然持ってなかったんだよな。こいつか。カーン。あれこれシャーマンカーンじゃなかったっけ？あれシャーマンカーンってなんだっけ？全然違うやつかもしれないよ。なんかそんな名前だったと思うんだけどな。ブラスカとかもいたよな。なんか木のやつ。あいつもなんかすげえ時代を作ってた気がするんだよな。てか、金律、やば。鬼たけんだけど、金律。
ダイヤ全然出ねえじゃん。クソガチャか、これ。かなりやばいな。まあ、石5個だからな、言うても。渋い、かなり。さあ。うわ、被っていく。いやー、マジで。めっちゃ被るじゃん。絶対12体も出てないもんな。ダイヤ？ちょっと単発に変えようかな。ひどすぎるな。何これ？終わってんだけど、このガチャ。2週間放置したから怒ってるわ。うーわ、金。最悪。まだ新キャラいないもん、金。さすがにダイヤだけだよな。ええー、きっつ。金10連はきついって。何のために5連引いてるん？これまあ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 2個。最低限だよな。よしよしよし。とりあえず固まってくんねえと話になんなくて。こいつ星6ですね。てか星7とかやばくねえか、マジで。当たんのがね。さあ、石200個切れました。とりあえず100まで行ってみるか。100まで引いて、新キャラが12体いるかちょっと確認するわ。てかもうダイヤが全然ない時はもう、あれな、長押ししていくわ。これはさすがに見るか。よし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 、いいよ。やっぱ固まってってもらわないとね。いや、被るのやめてー、すぐ。その、1体出たら、もう1体すぐ出るやつなんなんこれマジで。ダイヤ？はい、1。止まれ！よし！よしよしよし。お！今回初じゃない？星7。これアイコンのやつじゃん。エルベルス・ティレス。交換できないかな。石が次、次の5連でちょっと一旦。うわ、あいつじゃん。今のやつだよね、絶対。じゃあ、こいつ確定だっけ？かっこいいやつじゃん。ナイスー。ちょっとこれで見てみようか。思ったよりきついぞ、このガチャ。てか、マジでダイヤ率が終わってる。マジで低い。ちょっと見てみましょうか。というわけでね、ちょっと新キャラ見ていこうと思います。まずこの鳥が1体目だろ？で、これが2体目。で、これが、金がもうコンプしてますと。で、星6が5体追加されてて、こいつだろ？こいつだろ？で、3、4。こいつ強くねえかな？なんかめっちゃ。で、こいつが4で、あ、こいつが 5？じゃあ、もうあれだ。星6は全部コンプしましたと。じゃあ、あと星7だね。星7が1体、2体、3体ですと。まずいね。これはなかなか。交換できたりしないかな。ちょっと交換見ましょうか。お！あ、こいつ交換できるじゃん。マジかよ。ってこと、こいつだね。こいつが出てませんと。いやー、あと誰だよ、出てねえの。ちょっと見てみようか。はい、今見てみたんですけどね。あと、ミシュラってやつが、単純にガチャから出てなくて、ただあれだね、交換できるから、まあ、最悪もう実質コンプしてるみたいな感じだね。で、他のキャラは全部出てて、なんかこいつだけめっちゃ強いっていうのは知ってんだよね。他のキャラは使われてるのか全くわかんない。まだ一応コンプしたからいいか。とりあえず、まあ、ちょっと待って、石がね、多分もらえてると思うんだよな。19個だって、あんまりもらえてねえわ。受け取ったみたいだわ。まあ、じゃあいい、とりあえず、危なっ。とりあえず、そうな、あと21回か。石50個ぐらい残していこうか。ダイヤ？いや、めっちゃいいじゃん。固まったら勝ちだよ。なあ、カーンですよ。カーン2連、6体目ですって。まあ、今更だよな、昔のキャラはマジで。こいつマジでめっちゃ強くあってほしいな。まあいいわ。うん。じゃあこの5連と、あと1回か。で、あとはもう交換だな。さすがに。このダイヤにかかってるマジで。なあ、ダメか。ブラスカだ。ブラスカはマジで全然持ってないね、ブラスカね。普通になんか強そうだったけど、まあいいか。さあ、ラスト行こうか。でもあいつ交換だな。ラスト金。
ラスト金はちょっとなえるな。さすがにちょっとダイヤ出るまでやろうかな。さすがにダイヤっしょ。こいつマジで出すぎ。10体。なあ、金。勘弁してよ。さあ。石がなくなるかダイヤが先か。ダイヤ?固まんない時点でもう、トラさんでした。アジャに。スキブウェイキ。うわ、5ターン。短いね。まあいいっすか。ラスト。オーラス。ダイヤの流れを継続していかない。クソガチャですね。本当にクソガチャ。10、20、30、40、50、60、70、80、90、95連、93、94、まあ95連だな、実質。実質94か、めっちゃ引いちまったな。まあ、ちょっと最終日なんでね、ちょっとあのキャラの性能とかはちょっとおいおい見ていかなきゃいけないんだけど、とりあえずこいつ交換しますと。で、缶こんなにいらないでしょ、絶対。いや、マジ絶対こんなに缶いらないから。3は出していい、缶。これ。え、だっていらんよな、これ。列4本だけだし。こいつは別に強化されてないでしょ、別に。スキブが多いだけ。まあ、7ターンだしね、スキブ多いキャラなんで死ぬほどいるし。7コンボプラス強化4つ。いらんな、缶3出しでいい。4出しでもいいレベルだな、もはや。正直。カーン4出しでもいいな。ジョイラーはね、昔めっちゃ使ってましたよ。なんか雲耐性の武器がこいつしかないみたいな時代あったよな。確か雲耐性はね、こいつが最初だったんじゃないかな。なんかこいつの需要はめっちゃ高かった気がする。でもまあ使わんやろ。4もいらんな。1出していいわ。で、このばあさんどうしようかな。強いんかな。なんか、ループってわけでもねえよなぁ、多分。まだ、無効感武器だから強いんかな?わかんない。ちょっとさすがに新キャラ出すのは怖えか。さすがにニコラポラスも弱いでしょ。いやぁ、でも、泥鏡6個は強いかもしれないなぁ、ワンチャン。まだ、使って2体ぐらいだろ。1体出していいな。うん、これ出そう。うん、これでいいよ。これでいいっす。いや、にしても今回星なら全然出なかったなぁ。マジで渋い。よし、これでコンプですね。いや、あいつ武器強くて2体必要ですとかなったらどうしよう、マジで。そしたら追加するわ。うん。今日の深夜あたりにもう一本動画投稿するかもね、もしかしたら。ちょっと近いうちに性能見ないと。7コンボ2個。7コン2個って結構強そうな気するけど、どうなんだろう。まあ、結局あれよな。最近はもう超常力で、軒並み昔のキャラ死んでいってるから別に、7コンボ2個つけたところで感あるよな。あー、称号チャレンジもやんなきゃな。めちゃくちゃやること溜まってるわ。こいつらも育成しないといけねえし。てか全然スキル上げしてねえや、そういや。マジック・ザ・ギャザリング。やば、スキル上げしなきゃじゃん。よし、動画編集して、スキル上げしまーす。というわけで、ね、今回はこの辺で動画終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画等アップしてますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラ。いや、5月からはちょっと普通に動画投稿を戻していきたいわ。週1から週3ぐらいで投稿できればなと思ってますんで、よろしくお願いします。